はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今日からまた月曜日です。滝行は6日目が終わりまして、明日明後日で一旦満行となります。そして本日は午後から5名の方に個人セッションをさせていただきました。個人セッションの申し込みに関しては概要欄にございますので、ポチってやって空いていたら申し込み可能ということです。100名限定ですので、ちょっと気になるなという方はぜひぜひお急ぎください。じゃあどんな個人セッションをやってるかというと、大きく分けてね、2通りなんですね。前半はコーチングをさせてもらっています。コーチングっていうのは最終的に行動に落とし込むというところが必要なんですが、もう何をすればいいかって大体分かってる場面が多いんですよね。何をすれば全然分かんないということではですね、動きようがないわけですよ。まあ、ある程度分かってるんだけれども、その一歩が欲しいという方は結構いらっしゃいます。もちろんですね、何をやったらいいか分からないということに対して一つの道筋をつけることができますけれども、このコーチングに関しては完全に言語的なやり取りになります。いわゆる霊的なスピリチュアル的なやり取りっていうのは後半のアチューメントとなりますね。で、アチューメントのことをですね、魔法って言ったりはするわけですけども、まさに目に見えない世界で魔術魔法をかけさせていただくってことです。ただし僕の場合はコーチングと魔法というのがあくまでセットです。場合によって魔法をですね、今回はしないっていうこともあるかもしれませんが、その場合はきちんと説明させてもらっています。例えばですね、新しく仕事をしたいっていう方結構いらっしゃるわけですね。会社を辞めたい、起業をしたい、その場合もやることってのは大体分かっているわけですよ。よくコーチングの世界では答えは自分自身の中にあるっていうわけですね。それに関しては半分正しくて半分間違ってるっていう側面があります。で、その半分間違ってるっていうのはですね、例えば月収100万円になるための行動って何ですかって言われたところで、そんな分かりようがないわけなんですよね。具体的な行動に関してはおいおい勉強したり、いろんな人に話を聞いたりとかですね、あとは時間をかけてひらめくっていうところから得ることが多いわけですけども、まあ、ただただですね、30分とか45分の間に月収100万円になるやり方をポンと教えてもらって、ポンって成果が出るような、そんな簡単なものではございません。ただですね、どうすればいいかっていうのが大体道筋は自分の中でもやーっと分かってるわけですよ。そのもやーっと分かってるのをうまく言語にできない場合もあるし、もちろん言語にしてるんだけども、そこと行動が結びつかないという場合があります。その行動と言語を結びつけるためのお手伝いをさせてもらったり、もやーとなっているところを漠然と分かっているんだけども、それがなかなか言語にならないっていうところをきちんと明確にするというお手伝いをさせてもらっています。そんな場合、行動と言語が結びついたら、あとは行動にすぐ結びつくわけですよね。じゃあもやーとしたものを言語にすることによって、これまた具体的な行動へと結びつくわけです。で、やってしまったらもう簡単なんですよ。あとパンパンパンパーンと進むわけですね。で、いわゆるそのセルフコーチングっていうのがあるわけです。それどういうことかというと、自分自身に延々と質問を繰り返すわけですね。僕自身も例えばこれまでセラピーだったりね、コーチングセッションで受けたことあるわけですけども、確かに人の力を借りるってことは非常に効果的な場合もあるわけですけども、ある程度慣れてくると、どんな質問をしようかなと、いわゆる質問力っていうのが試されるわけですね。で、僕の場合はもうコーチングを受けるってことはたまにはありますけれども、自分自身で質問を投げかけて、でもやっとしたものを言語にしたり、なんとなく分かってるんだけども、そこと行動がなかなか結びつかないというところをパチッとシナプスつけるみたいな感じなんですね。すると、じゃあ今日これしよう、あれしよう、あれしようと言って確実に前に進みますし、で確実に成果が得られるわけですね。で、それが分かった上で、じゃあ行動に結びつくためのいわゆるメンタルブロックがあったりとかですね、まあ様々なブレーキとかがあるわけですね。それを魔法によってまずはまあ浄化、きれい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 をして、そしてそれぞれの抽象的なレベルのですね、まあ、情報をきちんとインプットして、そして結界を張るというやり方をさせてもらっています。というわけでですね、例えばお金を増やしたいという目標があったとしましょう。じゃあどうすればいいですか。で、分かりっこないわけですね。でも今もやーっとこれしたいな、あれしたいなと分かってるかもしれません。今もし分かんなかったら分かんないです。ちゃんと宇宙に投げかけてみなさい。例えば月収100万円、はい、月収100万円になるための行動って何でしょうか。今は分からないかもしれませんけども、一旦投げかけたらですね、何かしら形になりつつあるわけですよ。で、それはあとはするかしないかですよ。じゃあするかしないかって言った時に、そこに引っかかりとなるものをちゃんと浄化する必要がありますよね。で、今分かっていることはすぐ浄化できますが、まだ分かんないという方はですね、先取りして浄化をさせていただきたいと思いますので、今日ですね、お金に必要なお金の魔法と、人間関係、理性ですね、あと直感、この3種類の魔法をかけさせてもらいたいと思います。それではいきます。
潜在意識です。潜在意識は身体です。身体はエネルギーです。ありがとうございました。今日はですね、今言った通りですが、お金と人間関係、理性ですね、言葉、そして直感の魔法をかけさせていただきました。
まあ、あえて説明すると、まあ、お金はそのままですね。お金はそのままです。で、言葉や理性によって、人間関係によってお金っていうのは運ばれてくることがあるわけですね。で、それに加えて、まだ見ぬ世界、わからない世界、例えば月収100万円になるためにはどうすればいいですかっていうのは、人間関係の中から出てくることもあるんですけども、自分のひらめき直感から出てくることもあります。そういったところから、お金そのものと人間関係と直感をさせていただいたわけです。下から順番にね、エネルギーというのは積み重ねていきますので、まあ、お金確かに単体で、すごく効果はあるわけですけども、でも、お金をきちんと実現させるためには、その下に自分がお金持ちになることを許すという愛情の部分ですね。自分自身を愛するというところが必要です。で、さらに人間関係も必要だし、直感も必要ということでですね。まあ、結局なんだかんだ言って、この8つのエネルギーっていうのは全て必要だっていうことです。で、その必要なエネルギーをですね、魔法使い養成講座では、伝授させてもらってるっていうことなんですね。で、今日もセッションの中で、もうすでに4月の魔法使い養成講座を習って、もう実践されている方もいらっしゃいました。実際こういうのを使ってですね、すごい反応だということですので、まあ一生スキルとしてですね身につけてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、個人セッションも一応100名限定ですので、少し体験してみたいなという方はぜひ今の機会にお申し込みくださいということです。ありがとうございました。